長船長船長どうしたモグ。あいつが下界に現れたクポ。あいつ海の悪魔リバイアさんクポ。上等だ。むしろ俺の代で現れたことに感謝するぜシルドラ。お前の一族、そして俺の曽祖父の仇取る時が来たみたいだぜ。行けるな。よし、下界に出発だ。お供するクポ。初めての下界渡り、怖かったクポ。俺は大丈夫だ。当たり前だろ。なんとレン、よく平気だったな。で、奴はどこで目撃されたんだ。バブイルエリアにある七色の海岸近くクポ。リバイアさん、どこだ。現れろ。正々堂々俺と戦え。騒がしいの。なんじゃお主らは。おお、あやつが先祖の仇で探しておると。ああ、そう。ソフト、滅ぼされたこいつの一族の仇だ。よかろう、やつを呼んでやろう。こんな大きな音を立てんでも聞こえるぞよ、アダマンの坊や。わらわは久方ぶりの海を満喫しておる。それを邪魔してまで何用じゃ。用があるのは俺たちだ、リバイアさん。なんじゃこのチンチクリンは。誰がチンチクリンだ。亡き曽祖父タイクーンの仇、そしてシルドラ族の仇。このファリスとシルドラが取らせてもらう。モグも助っ人クポ。タイクーンとシルドラじゃと。おお、二人とも生きておったのじゃな。待て、今仇と申したのか。そうだ、まさか調べくれる気か。曽祖父タイクーンはシルドラ族を守るためにお前と戦い死んだ。俺たちは代々その仇を取ると先祖に誓ってきた。俺の代でお前が現れたのは強行だ。俺がこの因縁に幕を閉じてやる。小娘が、お前のような小娘がわらわを倒すというのか。百年、千年早いぞ。なんじゃここは。どこじゃ。無限世界、時と夢の狭間って聞いたけど、私もよく分かってないのよね。簡単に言えば戦闘だけ俺らが相手だって感じ。はて、おお、お主ら久方ぶりではないか。久方ぶりってやっぱ私ら知り合いか。それよりファリスのヒージーさんやシルドラの一族の仇って何したんだよ。さて、実はわらわもよくわからん。ビスマルクらがキャツの祖父とやらを襲っていた時、気まぐれに手を貸してやったことがあるんじゃが、あのあと他の何かにやられたのかして
死んでしもたんじゃろうって。じゃあそれってファリスたちの勘違いってこと？んじゃあなんでそう言わねえんだよ。一族の連なった恨みともなれば、誤解だなんだと申したところで留飲が下がるわけはなかろう。ならばそのまま戦いを受けてやるが賢明、いや健全ということじゃな。その言い方だと誤解でも戦ってやるけど負ける気はないってわけ？当たり前であろう。そこまでしてやる義理はわらわにはない。ならやっぱり私らもやらせてもらうわね。おお、望むところじゃぞ。
が、やられてしもうたわ。勝ったのか。そうじゃ、お前らの勝ちじゃ。やったくぽー。なあアダマンタイマイ、一つ聞いていいか。ん？100年前の海の悪魔って本当にあのリバン屋さんなのか。なぜそれを聞く。いや、気のせいかもしれねえけど、あんま悪いやつに感じなかったなって。はっはっは、気のせいじゃろ。やつは確かに世に悪名高い悪魔のしもべの一人じゃ。お主は一族の恨みを見事に晴らしたのじゃ。そうか。船長、やったくぽね。おう、モグもありがとうな。ああ、よし、帰ろうぜ。あの白き悪魔と並び暴れられておったリヴァイアさん殿が、随分とお優しくなりましたな。うるさい。生きておるのがバレたら面倒じゃろ。もう少し黙っておれ。